と、それじゃあ重複受精についてちょっと復習してみましょう。重複受精、重複受精っていうのは、重複受精っていうのは被子植物だけが行う同時に2箇所で起こる受精のことです。と、重複受精っていう言葉もテストに出るし、被子植物だけが行うってところもすごくよく問われます。と、よいしょ。あ、と、そうね、これがと肺のね、これが肺の、これが肺の、肺のっていうのは大きな細胞ね、大きな、一番大きな細胞は大きな細胞、中央細胞っていうけど、中央細胞の中に6個の細胞が入ってる。1個2個3個、4個、5個、6個。で、いっぱい細胞があるけど、卵細胞は1個だけだね。これが卵細胞。卵細胞の両脇にいる細胞は、助細胞。で、中央細胞の2つの核は極核って言います。卵細胞と反対側には3つの、これは反側細胞があります。そして花粉が受精すると、花粉管が伸びてきます。これが花粉管。花粉管の先頭には花粉間核があります。で、もともと花粉だって1個の細胞だったわけだから、核がなきゃおかしいですよね。で、中には2つの性細胞が入ってます。そして一つの、この花粉管を呼び寄せるのはこのね、助細胞です。この助細胞が、ね、こっちこっちっていうふうに、この助細胞が花粉管を誘引します。で、受精が起こるわけだけど、まず一つの性細胞と卵細胞が受精。で、中央細胞ともう一つの性細胞が受精するんですね。ここの核とここの核、そしてここの核とこの極核2つが融合するんですよ。重複受精っていうのは、だから性細胞と卵細胞、これが受精して、はい、つまり赤ちゃんになるっていう受精と、もう一つは性細胞と中央細胞、ね、もう一つの性細胞の核と中央細胞の2つの核、極核が融合して胚乳っていう物質、これは、ね、お乳っていう字が入ってることから分かるように、栄養がたっぷり入ってます、ね、赤ちゃんと赤ちゃんを育てるためのミルク、栄養、ね、赤ちゃんと赤ちゃんを育てるための栄養、胚と胚乳を同時に作ることがスマートな仕組みなんですね。重複受精と言います、ね、これが重複受精の基本でした。